い、こんにちは、うどんです。今回は前回の続きでディアンディの LCB ファンを小型の自作 PC 極小極薄地獄ゲーミング PC にねじ込みましょうって作業の完結編ですね。まあ、取り付けの続きから動作確認やカスタマイズまで一通りやっております。あ、じゃあこの小型の自作 PC も完成ってことね。あ、まだまだ続きますよ。全部詰め込みますからね。え、いやもう帰るとこないでしょ。いやいや、それはね、ああしてこうしてどうのこうのしようかなと。まあ、ただね、極めて困難な作業になりそうなんで、まあ、それはね、またいずれお話ししようと思います。うわ、もったいぶっちゃってもう気になるね。まあ、今回はとりあえず LCD ファンなんかだけですけど、まあ、さらっとよろしくのほど。続きまして電源ですね。こちらを搭載していきましょう。これね、コンセントにつなぐ電源のケーブルなんですけど、まあ、いろいろね、コメントでご指摘いただいたんですけど、やっぱ回り込んでね、いけそうなんですよね。こうね、先日とは違って。ちょっとそのパターンでやってみますね。真鍮の棒をね、取り付けないとダメですね。よし。で、これを取り付けると。こうかな。あー、はまった。はまったでしょ？こっちにやったか。かなりギリギリだな。まあ、いっか。いけそうか。で、これですね。こちらを閉めると。うわ。これ絶対入んないよ。これどうしよう。これ無理かもしんない。ここにこんな集まってるよ。この一箇所に。これここの体積超えんじゃないの？このケーブルだけで。ほら。やばいな。この ATX 電源、すごい大変なんだけど。結局電源外さないと取り付けられないですね。こうでしょ？こっちだ。よいしょ。こっからこのケーブルをね、こっち通さなきゃいけないんですよね。これはちょっといろいろダメっすね。これでいけんのかどうか。まとまりすぎちゃってんのがダメかもしんないですね、これね。このケーブルのね、網取った方がいいかもしんないですね。ね、ぐるぐるになってるからね。ちょっと伸ばして。あ、いいっすね。差し込めますね、普通にね。この網全部取るか。なんでだ。あ、危ない。あ、やばい。ケーブルやばい、これ。ケーブル切ろうとしてた。よいしょ。網取れました。ね。さっき危うく切っちゃいそうだったんだけど、大丈夫かな。大丈夫そうですね。あー、入った。あー、入った。入った。潰してと。そんでこれが入ればね。入るかな。あ、入るか。あー、大丈夫だ。入ったー。これここね、ギリギリっすよ、これ本当に。ちょっと赤ちゃんグラブをね、搭載していきましょう。これね。これね、無理かもしんない。めちゃくちゃ、まだいっぱいケーブルあるからね。もう取り付けてね、合わせないと無理っすよ。電源をつけるでしょ？よいしょ。ねじ込んでいきましょう。もうなんかきついとかのレベルじゃなくて危ない。なんかどっかでショートしそう。お、とりあえずはまったか？これ。あ、はまった。ここどうす、これどうすんだ、これ。あ、下か。この辺ちょっと隙間ありますね、下の方ね。あ、ここにうまいことやればいいんだ。ここタイラップで締めてと。よいしょ。 OK かな、これで。ね、みっちみちもうめちゃくちゃよ、これ。すごい。ここ配線すごいっすよ、これ。電源を取り付けて。よし、入るかな、これ。めちゃくちゃギリギリなんですよね。あ、いけるな。あ、いた。いった、いけた。いけたけど、これファン回るかな。あ、回るね。回ってるね。オッケーオッケー。いけましたね、これね。すっごいギッチギチ。仕上げですよ、もう、あとは。あとは、もうこれだけですね。このファンを乗せるだけですね。これね、ペロってめくれるんですよね、ここがね。これで取り付けていきましょう。コネクタもつけて。よいしょ、リンパ？あ、いける。いけるな、これ。あ、ビスがない。ビスがないな、これ。ちょっと探していこう。汚いビスしかないな。向こう？あ、届かない。あ、届かないか、これ。あ、やばい。ビスがない。付属品の方にありました。ね、25mm のファンを取り付けるためのビスがね。
OK! できました。完成しました。めちゃくちゃぎゅうぎゅう。あとは蓋をするだけですね。あとね、ちょっとね、実は ARGB の端子がね、1個しかなかったんですよね。だから二股端子が必要だったんですね。ARGB のね。だとりあえずね、1つだけ今つなげてます。あとでね、ちょっと変えて光り方をね、見ましょう。もうめちゃくちゃギッチギチっすよ、この辺。詰まりすぎ。これ蓋閉まる？あ、怪しい。ここ引っかかってるな、ちょっと。あ、でもファンは回るから大丈夫か。開けて起動確認してみましょうね。というわけで完成しましたね、これね。今まで、未だかつてないギッチギチ。本当の。すごいもん、これ。もう密度がやばい。まあ上はね、もうちょっとだけね、あるみたいですね。これね、多分ね、2センチ厚ぐらいまでね、いけそうですね、上ね。上のファンね。8センチファンなんですけどね。HDMI でしょ？ USB。で、有線ダン。電源ケーブルね、電源。よいしょ。じゃあ、スイッチオン。あれ？動いてないな、これ。ああ、ここまでやったのに、何かがダメだ。動かん。なんだろう。なんか、ショートしちゃった？こっちの電源もオンになってるし、もしかしたらスイッチかな？めんどくさいよ、スイッチだったら。スイッチ、外れちゃったかな？わ、あれだ、ピンヘッダが1列ずれてる。1個右の列に繋げるべきなんですけど、一番左に今ついちゃってるんですよね。電源とかね、ハードディスクランプだね。マジか、めんどくせえ、これ。あとちょっとだったのに。これ、ピンが1個、1列ずれてるピンヘッダが。うわ、オッケー。これでいいはず。それじゃあまた改めてスイッチオン。あ、動いた。あ、なんか光った。光りましたね。来ましたね。おー、おー、おー、かっこいい。おー。あー、これかっこいいね。ちょっと明るさが足りないかもしれないね。ちょっとだけね。あれ、来ないな。あれ？あれ、ちょっとディスプレイが来ないですけど。あー、なんかついてんな。何かがついてる。なんかエラーですね、これ。あ、来た。なんかね、これ1じゃないとダメなんですね。HDMI ね。2ポート目に取り付けてたらダメでしたね。なんだこれ。どういうことなんでしょうね。あ、でもこれかっこいいよ。このファンかっこいいな、すごい。インフィニティミラー。あ、やばい、もうちょっと光欲しいですね、なんかね。ここだけじゃ寂しいですね。ちょっと部屋の電気暗くしてみましょう。あ、こんな感じ。よくわかんないですね。ちょっとマザーボード裏のやつに ARGB を変えてみましょう。ということで、マザーボード裏のね、ARGB のやつに変えてみました。スイッチオン。光らない？あ、光ってる。すっごい、すっごいかすかに光ってる。微妙いな。あ、でも何よりはマシか。暗くするとこんな感じ。ちょっと微妙に光ってますね。あれ？これ、ファンの方の ARGB いらないんですかね？さっきと同じような光り方してますね。変わんないですね。あ、ゴムしてなかった。ゴムすんの忘れてましたね。オッケー。いいんじゃないですか、これ。まあ、ちょっとこの中身の方はね、いろいろといじってみましょう。ということで、ここからは制御アプリを見ていきましょう。この L Connect 3ってやつですね。これを起動しますと。これね、メーカーのページからダウンロードできるんですけど、なんかね、ちょっとだけダウンロードにね、手こずるんですよね。で、起動するとこんな感じですね。まあ、情報表示もするし、ね、ここね。クイックシンクライティング。まあ、これはあんま関係ないか。で、TL ファンユーティリティ。ここですね。これでなんかいろいろ変えられるんですよね。このライティングエフェクツですね。ここでなんかいろいろ変えられますね。デフォルトがレインボーですね。まあ、いろいろとね。この辺はまあ、普通ですよね。変えられますね。で、あ、ここか。LCD スクリーンですね。ここでいろいろ変えられるんですよね。で、もういろいろとね、ちょっと入れてあるんですよね。まずピクチャーですね。クソっとね、こうくるくるっと回転できるんですね。これいいよね。クソで、マグロのお寿司でしょ。うん、こんな感じで。あと選べるのがジフですよね。ジフアニメーション、これも動いてるんですよね。ちょっと毎回回転させないと。ジフアニメーションを作って、ここにね、アドすればいいんですよね。こんな感じでね。うんこ巻き村、紫色の巻きぐそですね。
で、あとビデオとかですね。MP4 だけか。あとセンサーですよね。これがいいですよね。だから CPU 添付。CPU 温度、GPU 温度。で、CPU ロード。CPU 使用率、GPU 使用率。で、ファンの RPM。ファンの回転数ですね。まあでもね、この5つしかないんですよね。センサーね、選べるの。まああとはね、スタイルをね、ちょっと いじくれるらしいですね。こんな感じで。スタイル1でしょ？これがデフォでしょ？で、スタイル2と。で、スタイル3。スタイル4。スタイル5と。まあまあ、スタイル1がいいか。色も選べそうですね、これね。赤にしてみる。赤はなんだ、なんか違うな。まあ、デフォのやつでいいか。こんな感じでいいか。なかなか面白いですね、これね。んで、あとは、まあ、あとは普通にファンの速度とかですね。あとはよくわかんない。まあそんなとこですね、これね、ソフトはね。だから自分で GIF 作ったりして表示させると面白いですね。まあこれかな、お気に入りはこれかな。クソ PC。ちょっとね、ピンクとね、紫でね。まああんまチラチラ動いててもね、目障りなんでね、意外と。あーでもこれいいかもしんないね。悪くない。歩いてるバージョンはね、色が薄い。なんか発色が悪いですね、この LCD はね。ちょっと暗いのと発色が悪いですよね、ここ。ああ、これはまあまあいいですね。まあでも、無難にセンサーが一番いいですね。CPU 温度とかね。この辺が一番いいわ。で、あと起動時なのか再起動時なのか。なんかね、ファン止まるんですよね。うん。ファンがね、ちょっと動かなくなって。で、これのせいなのかわかんないんですけど、CPU ファンスピードディテクションエラーっていうのが出るんですよね。まあこれなんかね、起動時に CPU ファンが回ってませんよみたいなエラーらしいんですけど、たまになんか出ちゃうんですよね。まあこうなったらね、BIOS で設定しないといけないんですよね。で、CPU ファンコントロールのところの、まあ、この CPU ファンスピードローリミットっていうのを、イグノアとかね、ゼロとかね、それに設定しないとダメっぽいですね。まあこうすればね、もうスピードディテクションエラー、あれは出なくなるんでね。まあまあ大丈夫なんですけどね。で、これ今、シネベンチ2024実行中なんですけど、まあ最大でね、60度ぐらいですね。ハードウェアインフォの方でも最大61度ですね。で、インテル純正の CPU クーラーの場合は、だいたい80度近くなってたんで、相当冷却性能上がってますよね。20度ぐらいね。メモリでね、斜めになってた割には結構冷却性能上がりましたね。というわけで今回は、ディアンリの LCD 付きファンの取り付けが完了したんですけど、ギッチギチのね、配線もギッチギチで、めちゃくちゃ大変だったんですけど、まあその分ね、満足度もね、非常に高いですね。まあただね、実はね、これで最後じゃないんです。次回はこちらのパーツ。これが最後のパーツですよ。最後のワンピース。このパーツをね、取り付けていこうかと思います。まあわかる人にはわかると思うんですけどね、これが何かね。まあこれを取り付けてね、すべて詰め込みます。次回は性能を詰め込むっていうことですね、これでね。で、あとね、今回取り付けた CPU クーラーなんですけど、メモリが干渉してどうのこうのって言ってたんですけど、もしかしたら取り付け方間違えてたかもしれないです。まあ、それも次回修正します。ごめんなさい。まあ、そんなこんなで今回はこの辺で。ほいじゃあ。